つもご視聴いただきありがとうございます。今日はザ・リッツ・カールトン東京ザ・ロビーラウンジのバレンタインアフタヌーンティーをご紹介いたします。こちらのリッツ・カールトンのアフタヌーンティーは、9月のチョコレートアフタヌーンティーと12月のクリスマスアフタヌーンティーをご紹介させていただいてます。いつもね、セイボリーにしてもスイーツにしてもすごい華やかで、出てきた瞬間のうわーっていう感じがあるので、今回も楽しみにしております。私が予約しようと思った段階でこの時間しか空いてなかったので、17時スタートのアフタヌーンティーを予約いたしました。ロビーラウンジのある45階へ向かいます。早速お席へ案内していただきます。今回はこちらの席になりました。バレンタインアフタヌーンティーなだけあって、やはりね、カップルが多い感じがします。今回のメニューはこちらになります。セイボリーが5種類とフィンガーサンドイッチが2種類、スイーツが5種類とスコーンが2種類になってます。お飲み物はおかわり自由、お飲み会自由となってます。こちらの紅茶とハーブティー、そしてコーヒーとアイスティーから選ぶことができます。こちらでご料金が8000円となります。夕方なのでバーの方もね、なんかすごい雰囲気が良さそうです。というわけで、いつものアイスカフェラテをお願いいたしました。アフタヌーンティーセットが到着いたしました。参ります。こちらがですね、アイガモのコンソメとイカブのピュレでご用意しております。こちらがジュレカクテルでご用意しております。上に乗っているハートの形のブレッドがビーツのブレッドでご用意しております。そしてお隣にございますのが、岩のりのソースでお味付けをしたマグロと長芋のコンフィ、お隣が香辛大根のピクルスでございまして、その隣にございますのが、こちらがスモークサーモンとひじき、アボカドのトルティーヤでございます。そしてその隣にございますのが、チャコールクリームとブロッコリーのムース、そしてその隣がまたビーツのブレッドを使った金柑のジャムと白ごまでお味付けをした、こちらがビーフパストラミのフィンガーサンドイッチでございます。そして一番端にございますのが、おまわりさんのエビを使った天使のエビで柚子クリームでお味付けをしております。では下の段スイーツに参ります。左手前から参ります。こちらのスモークムースチョコレートとピスタチオのクリームを使ったチョコレートケーキです。そしてハート型のチョコレートが、こちらがフラリネハートキャラメルチョコレートでございまして、特典でございますのがシーソルトのチョコレートでございます。塩加減というチョコレートが甘い生姜で合わせた。そして特典でございますのがクレームカシスのサブレサンドでございまして、お隣のピンク色のものがクランベリーのマカロンをご用意しております。こちら右手にございますのが、温かいプレーンのストロベリーのスコーンでご用意いたしました。簡単にご説明をさせていただきますので、はい、何かご不明でございますか。もはやね、この時点で超いい匂い。こちらはストロベリーシャンパンニュをお願いしました。今回もやはり見た目がすごい華やか、そしてどれも美味しそうな仕上がりになっていて、いただくのが楽しみです。こちらのストロベリーシャンパーニュは注いでもらってる時点ですごくね、もういちごの甘い香りが漂ってきました。飲んでみるとほんのりいちご感があって、優しい紅茶になってます。まずはセイボリーから、マグロと長芋のマリネ、岩のりソース、イクラ。これね、マグロの上に長芋が乗ってるだけなんですけど美味しい。長芋がすごいシャキシャキしてて、長芋にもマグロにもなんかね、優しい下味がついてるんですけれども、何味かなと思ったら、これが岩のりソースでもうマリネしてある。なのでこうシンプルなんですけど、どちらにもしっかりと味がついてて、このままでも本当に美味しかったです。
岩海苔ソースの作り方を教えてほしいなって思いました。続きまして、香辛大根のピクルス、シトラスソースと彩り野菜。これね、よく見たら上に乗ってるあの彩り野菜がハート型、すごいちっちゃいのに、これ結構ちっちゃいんですよ。このね、香辛大根自体が 2,3 センチの大きさなので、もうその上に乗ってるこのハートなんて1センチくらいじゃないかなと思うのですが、もうすごい凝ってる。香辛大根自体は優しい甘酢感、そしてあのね、中に中心部がくり抜かれてるんですけれども、その部分にオリーブカプセルが入ってまして、オリーブオイルを固形にして塩などで味付けしたものだそうです。ちっちゃいけど超手が込んでて美味しいです。お次がサーモンとアボカドのトルティーヤ、わさびクリームととびっこのトッピング。こちらのわさびクリームがピリッとくるのかと思いきや、結構ね甘めなソースになってて、口に入れると最初にそのねわさびクリームの甘い感じが来たなと思うと、サーモンがやってきます。アボカドとひじきはそんなにね味の存在感はなかったんですが、しつこいですけど、ほんとこれもねちっちゃいのにすごい手が込んでて見とれてしまいます。お次がブロッコリーのムース、チャコールクリーム、ラディッシュと紫人参、うまみゼリーです。これはねすごいブロッコリーの味がしました。野菜のムースってムースにするとなんか何の野菜か分かんなくなるか、もしくはなんかこう野菜臭さだけ残るようなのがなんか多いイメージなんですけども、なんかちゃんと美味しいのにブロッコリーの味もちゃんとしてるムース。うまみゼリーの存在はちょっとそういえばよく分かんなかったんですけど、なんかすごいねクリーミーで美味しかったです。お次がビーフパストラミ、金柑ジャムとごまのサンドイッチ。もうね、見た目が可愛い、このパンがマーブル、ピンクと白のマーブルで、この時点で可愛すぎる。こちらはビーフパストラミと金柑ジャムなのですごいシンプルなんですけど、これだけしか入ってないのに、なんで美味しいんだろうっていう謎。パンの間にパストラミが挟んであるねっていう感じじゃなくて、本当ね、パンとパストラミが一体化してて、本当にただ挟んだだけなのに謎の調和で、すごかった、美味しかったです。お次が天使のエビ、柚子クリーム、ほうれん草のメルバトースト、アブルーガ添え。これもね、横についてる野菜がハート型にくり抜かれてまして、見るからに可愛い。こちらはほうれん草のメルバトーストの上、結構ね薄め、かなり薄めなトーストの上にエビが乗ってるんですけども、食べてみるとひたすらエビ感、柚子クリームなのかはよくわからなかったんですが、なんかとりあえずねクリーミーなソースが乗ってるなという印象。そこにエビの旨味と食感がやってきます。このアブルーガ添えって何なんですかって聞いたら、アブルーガはニシンの卵を加工したものだそうです。お次がアイガモのコンソメ、赤カブのピュレ、ビーツブレッドのハートシェイプ、トリュフの香り。見た目がね、もうピンクで可愛い。こちら上にハート型のパンが乗ってますが、ビーツのブレッド。でも、どうせ味付いてないんだろうなと思いながら食べたら甘かった。この上の粉砂糖で、不意打ち、ちょっと甘めなパンになってます。そしてこちらのスープの方、上にはねハート型にくり抜いたトリュフが乗ってます。そして時間とともにこのねバーの雰囲気が変わっていくのがまた素敵。それではスープをいただきたいと思います。これ毎回ねそのまま行くか混ぜるか迷うのですが、上の方はなんかクリーミーな感じなんですけども、下の方にコンソメっぽいジュレが入っております。そしてすくうと細いね千切りっていうかの鴨が入ってます。この鴨はね、臭みが全くなくて、超柔らかい。本当にね、美味しい鴨。そしてこのベースのジュレの部分が、すごいね、旨味凝縮。で、ちょっとね、味も濃いめなんですけれども、なんかね、ほんとコンソメだけっぽくない、なんかもっとね、ほんとギュッとした感じの旨味で、聞いてみたら、かつおだしも使っているそうです。この、洋メニューの中にかつおだしが入ってるっていうのが、またすごい。
見た目が可愛いだけじゃなくて味もね、ほんとね、凝縮系な旨味系、そして鴨が超柔らかいっていう美味しいスープになってました。トリュフはね、そこまで、これそこまで存在感はなかったです。お次がプレーンスコーンになります。これも見るからにね、外側がカリッとしてそうな感じです。そしてこちらスコーン用のジャムとクローテッドクリームになっております。まず左側が確かキイチゴだったかなの、ジャムになってます。真ん中がクローテッドクリーム、最後右側がリンゴのワイン煮になるそうです。このね、クローテッドクリームが、このリッツのクローテッドクリームがいつもね、トローンとしてて、こんなね、トロトロなんですよ。このトロトロをスコーンにかけていただきたいと思います。ちょっと片手だと大変。こちらのスコーンは本当ね、見たまんまというか、カリッとサクサクとした感じのスコーンで、ほんのり甘みがあるタイプになってます。そしてこちらのクロテッドクリームも、まあ、見たままなんですけど、すごいクリーミーで、優しい口当たり、普通のクロテッドクリームよりはもっとね、やはり滑らかな口当たりになってます。そしてバーがますますいい雰囲気。せっかくなのでキイチゴのジャムも乗せてみました。このね、ジャムはめちゃくちゃ酸味がある、でも酸っぱいだけじゃなくてちゃんと甘酸っぱい感じなんですけれども、割と酸味強めの甘酸っぱさ。クロテッドクリームだけのスコーンも美味しいですけど、こちらのクロテッドクリーム&ジャムも美味しいです。ここでまたアイスカフェラテをお願いいたしました。続きましてストロベリースコーンをいただきたいと思います。こちらも先ほどのプレーンと一緒で、ほんと外側がね、カリッとサクッと系で、ほんのり甘みがついてます。で、見た目もね、ピンクなんですけども、食べてもほんのりいちご感が感じられる、ちゃんといちごの味がするスコーン。こちらもそのままでもちゃんと味がするので美味しいのですが、やはりクロテッドクリームとジャムを乗せていただきました。次がクレームカシスサブレサンド。もう見た目がね、すごい可愛い。こちらの周りのサブレサンドのサブレの部分が結構ね、サブレなんで固めになってるので、ちょっとそのまま行こうか、でも中のクリームは柔らかめなので迷ったんですけど、カットしてみました。外のサブレは超サクサク、そして中はね、こちらもね、酸味強め、かなり甘酸っぱ系な、柔らかめなカシスクリームが入っております。サブレのサクサクとカシスのこのクリーミー感の中に、時々ね、カシスのつぶつぶ感も感じられて、いろんな食感が楽しめるサブレになってます。お次がシーソルトのチョコレート、チェリーアールグレースパイスムースが、ちょっとそんなに得意じゃないので変更してもらいました。こちらはナイフを入れたらね、結構重ためなチョコになってます。で、チョコレートの味が最初来るんだけど、その後に隙間からね、塩、塩分っていうか、塩辛さっていうかが時々顔を出すチョコレートになってます。お次がローズプラリネハート。こちらは先ほどのシーソルトとちょっと対極でって言えばいいのかな、外側がパリッと、そして中をね、すごい柔らかめな、チョコレートになってます。中はミルクチョコレートなんですけども、最後のね、余韻ですごいキャラメルが香るチョコレートになってます。お次がスモークチョコレートピスタチオ。これ見た目もすごいね、可愛くてバレンタインっぽいんですが、こちらはチョコレートとピスタチオの安定の組み合わせ。そして最初の説明で、桜がどうのって言ってたから、桜味が中に入ってるんだと思って、桜がそんな得意じゃないので後回しにしたんですが、切ってみたらね、全然桜じゃなくて、ピンクが出てくると思いきや、中もちゃんと茶色のチョコで、よく見たらスモークチョコレートなので桜のチップを使ってるっていうことだったようです。こちらはね、チョコの部分が圧倒的に多いので、ピスタチオの存在はそこまで分かんなかったんですが、上のチョコの部分はすごいクリーミーで口どけ感のあるチョコレート。スモークなのかどうかはちょっと言われないと分からない感じでしたが、美味しかったです。
お次がフランボワーズのマカロン。上にね、ヒョウ柄のピンクのチョコが乗ってて、かわいい。そしてこちらもカットしたらね、ちょっと崩壊しちゃうかなと思いきや、カットしてみましたら、中はこんな感じになってます。中もね、完全なるピンクなのかなと思ったら、中はちょっと茶色っぽいピンクのクリームが入ってます。こちらは口に入れた瞬間にもうね、ふわってフランボワーズが香って、そして噛むたびにまたね、ふわふわってフランボワーズが香るマカロンになってます。今日何杯目かもうわからないんですが、またアイスカフェラテをお願いいたしました。そしてそろそろラストオーダーということで、またアイスカフェラテをお願いいたしました。さあ、のびラウンジでは金曜日と土曜日のみ、7時から8時40分に生演奏をやってるそうです。カバーチャージ2000円になります。ちょうど金曜日だったので生演奏が始まりました。昼のアフタヌーンティーもいいけど、このね、夜の時間のキャンドルと生演奏のアフタヌーンティーもまた大人な感じで最高。いかがでしたか？今日はザ・リッツ・カールトン東京、ザ・ノビラウンジのバレンタインアフタヌーンティーをご紹介いたしました。こちらのノビラウンジの本当ね、天井も高くて窓も大きい開放的な雰囲気も最高ですし、アフタヌーンティーセットも本当ね、いつも手が込んでて感動もの。こちらのバレンタインアフタヌーンティーは2月の14日までの限定となってますが、その後は今度また引き続き盆栽のアフタヌーンティーが開催されています。盆栽アフタヌーンティーのスイーツは抹茶とか、あとほうじ茶とか、ちょっとね、和寄りなスイーツとなっております。そして途中からはボーカルの方も登場してました。ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。